こんにちは。松はいつも一人の松です。今回はですね、夏の移籍市場の8月20日から8月25日までに起きた移籍の話題についてお話をしていこうかなと思っております。で、一つですね、前置きといたしまして、今回お話しする選手はですね、その期間の中で、私松が個人的に気になった選手のみをお話しするということになります。なので、今回話題に取り上げない選手っていうのも、移籍の話題が出ていたりする選手たくさんいるんですけれども、その選手たちはちょっと紹介することはできないので、その辺はご了承いただければなと思っております。では早速始めていきます。まず1人目、レアルソシエダに現在所属しております、イサクですね。イサクはですね、レアルソシエダで数年プレーして、着実に、自分のキャリアをしっかりと、成長させながら、多くのビッグクラブから狙われるタレントになりました。そして今この移籍市場の中で、ニューカッスルが、彼に対して興味を示しているという話題が出ておりまして、移籍金も95億円という形になるのではないかという報道が出てます。で、何やらもう個人合意の方は済んでいるということで、あとはクラブ間合意の話だけになるのではないかと言われております。なので、もしかしたら僕のこのラジオが投稿されている頃には移籍が決まっているかもしれませんし、決まっていないかもしれませんし、どうなってるかは分かりませんが、とにかく、プレミアリーグ方面への移籍というのを移策としても、前向きに取り上げているという報道が出てました。個人的にもね、アーセナルだったりとか、プレミアリーグのね、いわゆるビッグクラブと呼ばれるようなクラブで、プレーする姿っていうのがこの先、いずれ見れるんじゃないかなっていうのは思ってたんですけど、まさかのニューカッスルということで、とにかく驚きましたね。ニューカッスルのサポーターからするとね、非常に人気銘柄っていうこともあるので、非常に嬉しいとも思いますし、エディ・ハウ監督がね、就任してからもそうですけれども、ちゃんとチームを作り上げてね、ジョエ・リントンだったりとか、サン・マキシマンだったりとかね、強烈な個性を持つチームをさらに強化するために、このイサクを取るっていうのは非常に素晴らしいと思います。どうなっていくか分かんないですけど、とにかくニューカッスルに移籍すると、本当にすごいことになりますね。はい。で、次ですね、次が、チェルシーのハドソン・オドイ、ですね。彼がですね、ドイツ・レバークーゼンへ、レンタル・ローンという形で、移籍するのではないかという報道が出てます。ハドソン・オドイに関してはですね、過去にバイエルン・ミュンヘンが、興味を示したりするっていう報道がね、出たりもしましたし、当時はね、残留をね、チームとしてもさせたということもあって、チェルシーで長らくプレーするんだろうなって思ってたんですけど、何やら、戦力として、あまり数えていないというか、これからチェルシーがやっていく、3-4-2-1 のいわゆるシャドウのポジションで使うことっていうのは、あまりないのかなと。それこそ典型的なね、サイドとか、ウィングの選手があまり使われていない傾向を考えると、ハドソン・オドイは移籍を模索するのは当然かなと。で、その移籍先として、レバークーゼンの名前が挙がっているということみたいです。で、まだ決定もしてないですし、もしかしたら全然違うチームに移籍するかもしれないんですけども、レバークーゼンの移籍というのは彼にとっても非常にいいことだと思うので、僕は出ていくべきだと思ってます。はい。で、次、エバートンに所属しておりましたデレアリーがですね、ベシクタシュへ移籍が決定いたしました。完全移籍になるのかな。非常にね、サポーターからの歓迎も受けたみたいで、トルコに、新天地を移すということで、年齢はね、まだ26、7とかそのあたりの年齢なので、正直に言うとね、まだまだプレミアリーグでできる年齢だし、彼のクオリティだったりとかを考えると、プレミアリーグでね、もっともっとプレーしてほしかったっていうのがあるんですけれども、ただですね、やっぱり彼の欠点というか、よく言われる課題っていうのは、やっぱりシーズン通してね、戦っていく中で、練習の態度だったりとか、コンディションが不安定になったりとか、とにかくちょっとこうムラっ気があるというかね、シーズン通してなかなかこうね、いいパフォーマンスを常に発揮するのも難しいと。で、特にね、Amazon プライムさんで見れるんですけど、スパーズのね、オールアナッシングでも、当時監督だったモーリーニョにね、厳しく、自分を見つめ直せと、
これから先後悔しないようにみたいなね、文言を言われたのを、まあ、本当にこの記事を見た、この遺跡を見た瞬間に思い出したんですけど、別にねトルコが悪いっていうわけではないですよ。トルコが悪いっていうわけではないですけど、やっぱりスパーズであれだけ活躍してね、一時期レアルマドリードに行くんじゃないかとかね、まあ、言われたぐらいのタレントですから、やっぱりね、まあ、自分のことをね、まあ、もう少しコントロールした中で、まあ、プレミアリーグでもっとプレーしてほしかったなっていうのは感じますね。はい。ただまあトルコに行くのはまあ出番を求めてっていうのもあるでしょうしね、まあ、もしかしたらイングランド代表でもう一度っていうのもあるかもしれないし、まあ、どういった考えがあったのかっていうのは本人に聞かないとわからないところもありますけれども、まあ、とにかくまあちょっと寂しい気持ちもあるかなという遺跡ですね。はい。で、次がですね、ミリクですね。現在はマルセイユに所属してるんですけれども、何やらユベントスへのローンが決まるのではないかというニュースが出てました。でこれの信憑性がどれぐらいあるのかと言われるとちょっと微妙なところではありまして、まあ、もともとねユベントスは別の選手、メンフィスデパイを、まあ、狙いに行ったりとかしてたっていうね傾向があったので、まあ、もしかしたら彼を取れなかった時の、まあ、代役的な形で、ブラホビッチの控えとして取りに行くのかなと。ただ、まあ、モイズキーも抱えているっていうこともあるので、まあ、あまり取りに行くのもね、まあ、どうなのかって思うところは若干あるんですけど、まあ、ただもしかしたらね、モイズキー、ユベントスのね、何節だったかちょっとごめんなさい、忘れたんですけど、サイドでね、起用されたりとかもしてたので、もしかしたら、モイズキーは、ブラホビッチの控えとして考えていないことを考えると、まあ、ミリクを取るのも、まあ、合点はいくかなと。ただ、まあ、デパイの方が可能性としては高いような気もするので、まあ、その辺はどうなるか分かりません。はい。で、次ですね、チャロバー。チェルシーに所属してますけれども、何やらミラン、そしてインテル、そしてライプツヒに、まあ、非常に興味を持たれていると。でローン移籍になるのではないかと言われています。でここ直近のチェルシーのリーグ戦見させていただいた中で、まあ、チャロバーは右のセンターバック3バックの右をやることが多いんですけど、そこにね、まあ、リース・ジェームスが使われたりとか、まあ、アスピリクエタが使われたりとかね、するということで、まあ、自分の本職のところに違う選手が使われると。で特にリース・ジェームスとかはね、まあ、右のウィングバックとかでも全然使える選手をセンターバックに回してまで使ってるっていうことを考えると、チャロバーはなかなか出番がないのではないかと、まあ、本人はちょっと不安になるのも、まあ、致し方ないですよねっていうことを考えると、まあ、移籍を模索するのは、致し方ないと思うし、その移籍先としてインテルだったりミランっていうのは、移籍先として全然いいと思うし、出番は確保できると思いますし、ライプツヒに関しても、まああのね、とにかくテデスコっていう監督が優秀ですから、で若手をね育てるのも非常にうまいチームですからね、まあ、移籍先としても、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。はい。で、次がですね、バルセロナに所属しておりますウムティティがですね、レッチェ、イタリアセリアのレッチェに、移籍すると、こちらもローンということで、まあ、レンタルですね。まあ、1年間のレンタルになるということで、まあ、時間の問題じゃないかと言われています。まあ、バルセロナはね、まあ、給与の問題、まあ、財政状況とか、まあ、いろいろなところでね、まだ問題を抱えていそうな、感じもするので、まあ、その辺でウムティティをね、まあ、給与バランスだったりとか、まあ、そういったところでも含めて、1年間はもう違うチームでプレーしてくれと、まあ、いうことを、まあ、バルセロナとしても、選んだのではないかと。でウムティティもね、バルセロナでプレーする時間を相当失ってましたから、怪我だったりとかもあってね、まずは試合に出ること、まずそこからスタートするべきだと思うので、レンタル移籍するのは全然いいんじゃないかなと思ってます。で、次が最後になるんですけれども、ベロッティ、まあ、トリノを退団してフリーになっていた、ベロッティがですね、ローマへ移籍するのではないかと言われてます。まあ、これがどれだけ信憑性があるのかっていうのは分からないですけれども、まあ、フリーになったタイミングで、まあ、どこに移籍するんだろうって結構ね、注目されていた方も多いのではないかなと思います。まあ、非常にねハードワークできる、まあ、ポストプレーもね、まあ、ちょっとここ最近はポストプレーも安定がちょっと難しくなってきたのかなっていうのは感じるフォワードにはなっちゃったんですけど、まあでもね、セリアでの経験は非常に豊富だし、こう前線から引っ張るね能力っていうのは非常に高いし、うん、この選手が、まあ、ローマに加入した場合、まあ、エイブラハムと併用して使っていくっていうことになるとは思うんですけど、
全然僕はありだと思うし、っていうか実際にはやっぱりこうベロッティがこうプレミアリーグ方面だったりセリア以外の、まあ、あのリーグで、まあ、プレーしてる姿っていうのはなかなかこう想像するのもねしてみたんですけど、なかなか難しいっていうのもあるでしょうし、でやっぱりねイタリアで実績残した選手ですから、まあ、イタリアでねタイトルを取りたいっていう思いも、まあ、あるでしょうからね、残留するのが残留か、まあ、移籍か、まあ、どっちかなんだろうなって、まあ、昨シーズン中は思ってたんですけど、でも何、ね、フリーっていう形になって、まあ、移籍先どこなんだろうって言われてる中で、まあ、何やらローマに決まりそうだと、まあ、モーリーニョの下でね、まあ、どういった形で使われるのかわからないですけれども、まあ、とにかく、前向きに捉えられる移籍なのではないかなと思います。はい、ということで、以上になるんですけれども、今回は私が気になった選手をちょっと紹介させていただきました。まあ、イサク、ハドソン・オドイ、デレアリ、ミリク、チャロバ、ウムティティ、ベロッティと。もちろんその他多くの選手、移籍の話題出てます。ただですね、まあ、よく話してる選手の話題とかは今回は控えさせていただいたりとか、個人的に注目した選手のみをお話しするという形に僕は今回選択させていただいたので、まあ、ぜひね、まあ、皆さんが今回紹介した選手以外で、まあ、今回、紹介した選手でもいいですけれども、今回の移籍に関して、まあ、皆さんが気になったことなど、何かありましたらコメント欄とかで寄せていただけると、私も誠心誠意ちょっとお答えさせていただこうかなと思っておりますので、お待ちしております。はい、ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。